速で今の抽選人数が多分300とかぐらいかな。いや本当に僕の収録で過去最高というか、もうここのお店さん2回目なんですけど、やっぱりすごく並ばれてるんで、やっぱ、ね、本当に早い番号ここで引かなきゃいけないですね。何番でも何番でもいいよ。はっいやー198番これどうなんですかね。多分400人ぐらいいたら真ん中ぐらいだと思うんですけど、いやー狙い台いけるかな、ちょっと微妙ですねこれ。はい、皆様おはようございます。 DMM パチさんの朝倉です。今回の一番有名な朝倉になりたいはですね、静岡県は磐田市にあります大気1333、磐田南店さんにて、収録させていただくんですけども、今日、5月3日ゴールデンウィーク真っ只中ということですね。今回のテーマはこちらでございます。はい、探求か、もうそのまんまですねこれ。何のひねりもなく頭を空っぽにして帰ってきた結果がこれです。はい、今日はゴールデンウィーク、中の実践ということでですね、まあ確保した台はまたまた忍び魂さん本当多くてごめんなさいね。でも大好きな台なんで、もう今一番面白いと思ってる台ですし、まああと一番面白さを伝えたいと思ってる台でもありますんで、まあ、バレルクラッシュ、まあ、動画でこんだけ打ってるのに引いたことないんで、今日はバレルクラッシュを目標にですね、ゴールデンウィークを、楽しく過ごせるように頑張っていきたいと思いますので、皆様ご視聴のほどよろしくお願いします。さあじゃあ打っていきましょうか。もうごめんなさいね、忍びの動画ばっかりで、ちょっとバレルクラッシュに1回も入れてないんで、バレルクラッシュ引いたら一旦卒業するんで、それまでちょっとね温かく見守っていただければなと思うんですけども、まあ基本的なところは、まあ説明不要ですね、打ちすぎてるんでちょっと、はい。でまあリセット時に関しては天井が短縮されますと。であとはまあこれは完全に僕の憶測ですが、1周期目はちょっとチャンス音が当たりやすいんじゃないかなと思っています。あとはそうですね、まあちょっと全体的に夜広角にの、まあ、テーブルみたいなのがあったとしたら、ちょっとそれが優遇されてるかなっていうぐらいです。でちょっとね訂正したいことが一つあって、こういうセリフ演出が発生すると思うんですけど、これでなんか楓とかが来た時に今にも暗くなりそうねみたいなセリフがあったと思うんですけど、それがまあ夜周期到達後の夜降格の示唆をしてるんですけど、それ実戦上夜行くのか濃厚かもしれないよみたいなこと言ってたんですけど、昨日打ってる時にようやく夕方への移行を確認しましたので、実戦上濃厚ではないです。でもただチャンスなことには絡まりないんで、ある程度当てにしていただければいいかなと思うんですけど、あ、カチカチ君がいるな。で前日前々日とめちゃくちゃ出てる台なんで、もう今日もそれに習ってというかあやかって忍びを取ったというか、それはこじつけなんですけどね。さあチャンリクからの前兆で、この前兆だからレイアク引いた後の前兆に関しては、実戦上長ければ長いほど、熱いです。ただ長くても外れることはありますんで、まあ、ちょっと暑いかなぐらいに捉えていただければなと思うんですけど、でこういう演出発生時にレイアク引いた場合はここで告知することはなくて、この後に前兆が走ります。当たってる場合、今回は前兆発生しないんでチェリーでは当たってないですね。おー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 、さあ潜入いきましたね。これはもうどっちか分かんないから取らんでいいや。さあ幸先よしこちゃんですね。さあ行きましょう、一発目の潜入、ナイス。いいね、2ポイント。はい、挟んでベルテンとかがしたら、2角ですね。
おー、オッケー、とりあえず青行きました。よしよしよし、いいぞ、なんか今日今日はなんか違うんじゃないか、本当に。うおー、うまい。はい、うん、まあまあまあ、うわーいいね、本当に今日は違うぞ。一応攻略ヒットいきたい。いやないか、黄色40%。あ、一回チャンスアップ発生してます。あー、もう一回、まあ実戦上2回はもうめっちゃ激アツですね。チャンスアップ2回はこれは大丈夫でしょう。さあ当たりました、106ゲーム、投資が4000円、いや幸先よしこちゃんですね。はい、ああ朝一来てくれる。もう一回、よーし、あーないか、そっちか。うわー、なかったか。さあ今日はオール先割れ 100% でいきます。もうね、楓に会うために打ってるみたいなところありますからね。おい、中段にスイカが止まるイメージ。あー、チャンス目20以上、これあのベルゾロイですけどチャンス目です。うわー、でかい、もらっとけ、狙わせで攻めて、いやーないか、 20% でボーナスです。でチャンス目は、いやマジで忍び魂何回打っても飽きないんですよね。あ、そもそも僕一番こう大事にしている点っていうのが、あの最近のスマッシュローを打つ上で、まあいわゆる上位 AT っていうものがあると思うんですけど、その下の AT、 これがいかに面白いかにかかってると思ってて、でもう下位 AT って言っていいんですかね、まあその下の AT が面白い機種、僕の中で言うと、まあ、これもう1位ダントツ、これ忍び魂なんですけど、あとはモンキー、乙女、あとゼニガタか、まあ、そこら辺はもう別格で普通の AT やってても面白いなと思うんで、やっぱこうたくさん楽しめれば、 たくさんやっぱ打つ上で楽しみたいじゃないですか。それは出玉が出る上では上位 AT 大切ですけど、やっぱりこうね、今日も楽しめたかなって帰りたいから、やっぱ帰り AT が楽しいで打つというか、上位 AT がメインに据えられすぎてない台がいいですかね。まあこいつは結構上位に据えられてますけど、まあ、乙女とか特に結構やれるじゃないですか、下でも。いけ、 OK、 一発目 30% 取りましたね。ここではならずにレイク引くことが理想ですね。そしたら3桁です。いや動画で見せたいな、ならずにレイクが止まるシーン、暁でマジで気持ちいいんだよあれ。おい、1ゲーム遅いけど鳴ったならよし、 OK、 チャンス目または確定薬、これはチャンス目ですね。20以上狙わせて、狙わせてくれた、いや裏ボタンはなしでいこう。いやーくそ、じゃあボーナスで頼む。いやー何事もなかったか、結構上乗せできたんだけどな、新速に入れれなかったのがちょっと痛かった。はい、312枚ですね、一発目の駅は。まあまあ過去最高枚数が1万100枚ぐらいなんで、それ越したいですね今日は。2枚目、でもいい、あ当たった、本当に当たった。いやー何もなかった、ヘッドストックはない、何事もなくですね今回も。ヘッドストックは、うん、1回もない今日。さあ104枚、難しいなこの台、今更だけど。なんか難しさの部類で言うと、あの、まあ、5号機に例えるなら
スパイキーの A プラス ART みたいな厳しさありますよね。こうブラックラグーンとか HOTD とかあっち寄りのこう波に乗せるまでむちゃくちゃ難しいけど波に出だし乗り出したら止まんないよみたいな、そこの土台を作るためにたくさんお金入れて頑張ってねみたいなタイプの台なんで、結構やっぱさ苦しい時が多いですよね。楽しい時はめっちゃ楽しいんですけど、ただ僕ド M なんでそういう台大好きなんですよね。これはもう僕の性質上しょうがないものなんですけど、ドギツイ A プラス ART 大好きだったんで、デビルメイクライクロスとか あとはテラフォーマーズとかも好きでしたね。 5.5 号機の台とあとアステカもめっちゃ好きでした。太陽の紋章だ、そういうなんかちょっとうわどうやって出すんだろうみたいな台がめっちゃ好きなんで、でもなんか出だしたらめっちゃ出るみたいな。だからねこれド M の人はねぜひ打ってみてほしいな。アメとムチの差がめちゃくちゃ激しい。その出る出ないもまあそうなんですけど、そのあるかなこう目指すものに対してのハード超えるべきハードルっていうのがめちゃくちゃ多いから、すごくねやりがいは感じますよ。やりがい感じるだけかもしれないですけど、さあ行きましょうか。目標レインボー、1日1回はレインボー行ってきたい。オッケー、あと1回、帰るね。オッケー、ナイス。あーレア役引いてる。もうこれ倒しますね。そうここ狙うと結構楽しいですよね。もうこの時点で2ポイント以上なんで、さあうわ気持ちいい。おもろいなこれ。さあ攻撃ストックもらいましたね。まあ成立役分からなくなるんですけど、ここ正直成立役あんま関係ないんで、レア役かレア役かじゃないかみたいなところがあるんで、一番その塊を左から狙ってて楽しいところではありますね、潜入中が。よしよし、いやー緑が怖いんだよな。あなんか引いてる、チェリーか。さっきのチャンスアップはねレイクのものなんで多分。どうだ、オッケー、危ねえ。よし、あー危ねえ危ねえ。213ゲーム、投資が2万6000円です。よしよし、ここら辺で当たっといてもらえるのが一番ありがたいんだよなやっぱり。いやそろそろいいよもう駆け抜けは。あー来た。さあ新速裏ボタンを押しときますか。ならないけど、はい、今日初めての新速20か。よしよし、 OK で やっと入った新速で、そう今日ね話したいのはこの新速についてなんですよね。いやー駆け抜けちゃった。でそうこの駆け抜けとかもいろいろねちょっといろいろ話したいんですけど、まず新速の時、突入するじゃないですか。でその突入する時に煽りがグワーってくると思うんですけど、20ゲーム以上乗せた時、あれが多分おそらく乗せた成立役または乗せたゲーム数かなんかで多分新速が入りやすさ変わると思うんですよ。例えばじゃあ20、30とかの新速の煽りで成功したする確率と、100とか200とか300とかの煽りで成功する確率は結構、差があると思ってて、で少ないゲーム数ほど実戦上、新速に入りやすい。まあそのでかく乗せたゲーム数はサンプルが少ないっていうのもあるんですけど、200あじゃない20、30ほど入りやすいで、かつ
新速、入るとするじゃないですか。で入った後のそのこの左ファーストのリプレイ、これを忍び目に変換する確率っていうのが、あの入った新速によって結構異なると思ってて、で裏結構行くときとかの強い新速とかだと結構ポキンポキンになりまくるんですよ。忍び目成立しまくるっていうか。さあ、あーセットあった、よしよし、セット目で、やっぱそれにその設定差があるのかどうか分かんないんですけど、新速のなんていうのかな、強い弱いっていうのは実戦上割と感じる部分があるというか、ある時を境にめっちゃ鳴りまくったりとか、だからこの一定のゲーム数超えると強くなったりとかするのかもしれないですね。やっぱりこのあの推し順のファースト あのリプレイナビっていうのは結構その新速中も成立するんで、それを頻繁に変換してくれるっていう。あ、待って、もう一回、あーないか、あ要は、レアエクとかあの上乗せゲーム数によって新速 あの突入抽選が異なるかもしれないよっていう点と言っとこう。裏ボタンを押します。あーくそ、まあ、あとはあの新速の性能に、そのまあ、差があるかもしれないよっていう。ただ体感としてこの月光の時中、あの普通の月光の時中なんですけど、この間は、おそらくそういうなんか強弱とかっていうのはないと思ってて、まあボーナスとか設定差あるところはありますけど、まあ、だからその新速でいかにこう抽選勝って強い新速を取ってこれるかっていうのが結構鍵になってくるような気がします。まあ、あくまでこれはまあ僕の憶測ではありますが、もう一セットあってくれんかな。うおー、マット実験室は弱役だと熱いっす。逆にチャンスメーカー、あチャンリップだよね。あーそういうこと、え待って待って、ちょっと待って、俺理解できてない。待ってよ、まずちょっと前に左ファーストの色ナビ引いてたかな。だとしたらそこでは内部的にボーナス降格でこのチャンリップ中ファーストの、やつ引いててっていう可能性はありますけど、なんだろう、ちょっと分かんないですね。ちょっとあこれ調べてみますか。多分黄色に光ると思います。ここあやっぱ黄色ですね。だからリーチ目広角だったんだろうな。さあ今日もスピニングバックキックが聞けるだけで幸せでございます。いやーよかった。ああいうなんか不意打ちパターンもあるんですよね結構。さあ全然ためれんかったけど10以外ならまあ嬉しい。ああ10か、おいこの10ゲームに助けられるか。チェリー10以上、あわよくばもう1セットって言おうとしたらもう1セットありますね。これナイス。最終ゲームで演出が発生した場合はレア役の場合を除いて、セット継続濃厚のです。実戦上さあ3セット目まで来てくれるとねだいぶありがたいですよね。でまだ僕ね6セット継続が1回しかないんでそこも引いてみたいんだよな。もう1回来てくれんか。もう1回ってか今日来たことないよねあなた。おい4セットあった。今日初めての楓降臨で、4セット目まで来たら期待するのはマックス6セット、そこまで行きたいな。しかも僕夕方からのチャンスゾーン当選で6セットはないんで、夜からしか行ったことないんで
でこのセット継続のしやすさというかセットストック確率にも設定差が設けられてまして、高設定ほどストックがしやすいです。複数セットでできやすいって感じかな、高設定のが。ただ楓に甘えずにここで上乗せして新速入れときたい。よし、もう一回、もう一回継続しろ。 OK、 まあまあまあ暁、今日一回も乗せてないよ、ここで。いやー続け、十数パレ続きます。あー、さあ楓のセットストックを消費したと思ったら、これがね見たかったんですよ。これ5セット目まであります。うわー、この前見たかったやつ、全然の時に、いや、これが一番気持ちいいんだよな、セット継続で出てきてる時の。そう、通常早手なんですけどね。さあこれで5セット目までありますね。いや現実的に6セット目まで見えてきたぞ、夕方からの当然の。いやまあセットストックあるのはありがたいんだけど、ありがたいんだけど、何回引こう。よーし来た、よー暁来てる。今日はそろそろ乗せさせてください、お願い。来たー、中段にスイカが止まるイメージね。いやーチェリーかな、チェリーか20。じゃあ新速ちょうだい。くっそうん、続け、よーし続いた。20の振り分けは結構あるんで、30は薄いですけどね。ここだ、だからもう一回鳴らそう。よーしチャンリップで、チャンリップは 10と20の振り分けが1対1ぐらいなんで、絶対にここは20であってほしい。あー30も来た、体もラストチャンス。いやまあまあでも乗ってくれただけありがたい。お、もしかしてマックスもらえる、もう一回。いやないか。チェリーなるねー、来た、ようやく来た。追加から 12% ぐらいは低いイメージね。あー50か、まあまあまあほとんど9割ぐらいは50なんで。じゃあ新速ちょうだいはないか。あーで、うわー来たー、新速か倍増券です。あー狙いが発生しなくても嬉しい。あー OK、 まあ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 20の新速です。よし、この AT で2回目かな。こういう時は大きめの抽選に受かってくれることを願う。なかなか50の抽選受かるまでが遠いですね。あー20で終わったけど暁あります。はぁ天才だ。いやもう頼む、50以外で 1.2%。 あーまあ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 、よしよしよし。あー50の倍速来てる、おかしいと思ったわ。あ俺発生しなかったもんね。うわー来た、4倍から30倍どれかです。3倍だ。
4倍いけ。あーまあまあまた200でたまらん本当に。でこっからまだあるんだよ。いやないか。いやー本当たまらんわ、忍び魂。いやちょうどね、僕の実家あスイカ農家なんですけど、もう今ね、いやいやもうそろそろ、収穫の時期を迎えようとしてます。僕もね、この忍び魂で、スイカの収穫のお手伝いをね、していきたいなと思うんで、よし、もう一回スイカ収穫しちゃってもいいんだよ。うおー、チャンス目ね。30、新速ちょうだい、うん、いやー、非常に緑のある暁の時でした。よっしゃ。さあ、ご飯もね、食べてきて、今米増券が終わった後にすぐ食べてきたんですけど、いや残り280ゲームで残りセットストック、まあ、あるとしても1個、まあ、6セットまでなんで今5セット目なんですけど、いやー来た、リーチ目降格。5ゲームの間に中ファースのリプレイを引けば OK。 あーっつ、よーし、これリーチ目です。よし、もうこれ米増券から流れが変わったぞ。すべてさあ、ボーナス当たりました。いいね。ピンク、マジで楽しいな、ほんのコトダイ。なんか大量乗せした後、個人的に結構上乗せができないからな、なんかこう変える何かをちょっとやりたいよな。先バレを抜いてみようかな、いつも先バレるばっかだから、ちょっと一回抜いてみましょうか、気分転換に。これで上乗せゲーム数が変わってほしいなと思うんですけど、流れがね。さあ1500枚突破だけど、ちょっと何にもなさすぎじゃない。バレ抜いても何にも、バレ抜いてから1回も上乗せしてないか。はい、よーし、セリ乗れ。よし、まあ10でもいい、とにかく乗ってくれ、本当に乗らなすぎ。くそ、うわい、とりあえずジャンリプ。おー、103桁、3桁、3桁。うわー、シャンリプから100はマジででかい。これは生き返った、こっから新速くれ、100の新速やらせてくれ。うわー、狙わせてくれた、もう裏ボタンなしでいきます。くっそ、うわー、新速取りたかった100の。いやー、嵐の上乗せで見たの3回目ですね。さあよかった、生き返った、とりあえず。いやまあ頑張ったんだけどな、3桁たくさん乗せてちょっと足らんかったか。やっぱ新速大事すぎるな。うーん、1944枚、まあでもプラス今どうだ、1000枚ぐらいなので、すぐに当ててまたね出せればなんとか有力感付近までいけるんじゃないかなと思うんで、そこ目指して頑張っていきましょう。天井だなこりゃ。さあ1027ゲーム、俺の2000枚返ってきて、さあセットストック、うわないか、セットうん546枚。いやまあまあ駆け抜けじゃないだけマシですけど、いつになったら俺はバレルクラッシュに入れられるんだ。で店内状況なんですけども、やっぱり、ね、相変わらずジャグラーが強いなというところで、まあ、ここら辺、もうアイムハッピーマイジャグファンキー、まあ、それどれも彼もあの
機種に限らずですね、かなり高稼働で、粘られてる方もかなりいらっしゃるといった状況でございます。もう綺麗な、出玉をね、グラフを描いてる台も多くあって、特にここのマイジャグとかすごそうだな。しっかりねレギュラーもついてきてる状況なので、かなり盛り上がってるのではないでしょうか。うん、そうですね、全体的な合算も申し分ない感じで、ジャグラーがねすごいですね本当。ここのお店 AT 機の方なんですけど、カバネリがね圧巻ですね本当に。もうこの円卓の島、カバネリなんですけど、ここももうめちゃくちゃ盛り上がってるし、まあ、あとはこっちの、片っぺたもと、もう一個向こうかもカバネリなんですけど、そっちの両方もねかなり盛り上がってまして、でモンキーもしっかりね弾を持っている方が、多数いらっしゃるし、まあ、朝から人変わってない感じがするので、まあ盛り上がってますね。前回本当にねとんでもなかった、とんでもなく、ね、状況が良かった北斗ですね。で北斗も全体的に初当たり回数ついてて、ここも朝から全然人変わってないですね。まあ、見切られた台は複数ありますが、もう皆さん、しっかり粘られているということで、まあ、今回も北斗は、しっかり状況が良さそうな感じがしましたね。さあ、実戦終了しました。お疲れ様でしたということでですね、またまたまた、忍び魂を撃ってしまったんですけれども、今日はですねまたしても、バレルクラッシュ、まあ、上位 AT ですね、新進速の時に入れることができずといった感じなんですけど、まあ、ちょっとね、新しい、倍増券だったりとか、まあ、いろいろも見せれたんで、とりあえず良かったかなとは思うんですけども、一回これで本当にきりします。すいません、最近打ちすぎなので、またね次回は、違う機種を打ちたいと思うんですが、結果ですね、収支が、投資が 26,000 円で46枚貸しなので、1196枚、回収が、812枚ということで、マイナスの384枚という、実践結果になりました。一時期ね、2000枚ぐらいあってプラス1000枚ぐらい浮いてたんですけど、そっからズドンと天井はまって、そっからねちょっと伸び悩んで、今終わったというところなんですけども、まあね正直設定的なところに関してはバラエティーに1台ということもあって、まああんまり、意識して打つことはなかったんですけども、いやちょっとね要所要所で新速入れられなかったりとか、ちょっとスタートラインにすら立ててない感があったんで、まあやっぱりねたくさんゲーム数乗せててもまあこういうことにはなってしまうという感じなんですけども、店内の方はですねジャグラー、まあ、地域最大級の、ジャグラーなんですけども106台だったかな、すごい、台数多く設置されてまして、そちらの方、まあ、特にマイジャグが、盛り上がってたかなと思うんですけども、ジャグラーに限らず、他の AT 機北斗だったりカバネリだったり、いろいろねちょっと上っぽいなみたいな台も、ちょっと多く見受けられたので、まあ、全体的に、お店の、状況としては良かったのかなと思います。でそういった、状況がいい、今回のお店さんなんですけども、ゆなさん課長というですね、ギャルの、課長さんがいましてですね、東三河、まあ、愛知静岡の、待機、グループのですね、店舗を、統括されている、まあ、課長さんがいるんですけど、そちらの方の X をフォローしていただくことで、何か、ね、有益な情報が、ね、手に入るかもしれませんので、そちらの方の、ね、フォローもぜひ、していただけたらなと思います。今回はですね、地元実践、まあ、地元というか、まあ、静岡ですけども、ゴールデンウィークで、帰郷して、まあ、忍び魂打ったんですけど振るわずと、で次回はですねもうこの収支をまた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 、一気にぶんまくれるようにですね、ちょっとだけ荒い機種に行っちゃおうかななんて思っておりますので、次回のご視聴もよろしくお願いします。それではさようなら。